お前は野球を知らない。2023年球界の名手である巨人は2年連続で A クラス入りを逃す4位に終わってしまい、原辰徳監督は成績低迷の責任を取る形で退任を発表しました。それでも低迷に苦しんだ巨人の中で一筋の光となったのが、高卒3年目でついに才能を開花させた身長202センチの秋広優斗でした。4月下旬からレギュラーに定着した秋広は、最終的に規定打席にはわずか4打席足りない439打席に終わったものの、121試合で打率2割7分3厘、10本塁打、41打点と素晴らしい成績を残しました。そんな秋広は2024年から指揮を取る阿部慎之助監督体制で中心選手に成長することが期待されますが、阿部監督は秋広に対して期待の裏返しなのか、とにかく厳しい言葉を浴びせ続けているのです。そこで今回は阿部監督が秋広に厳しく接する理由について紹介します。最後にあなたの考えをぜひコメント欄で教えてください。原辰徳も絶賛した秋広の才能。誰もが見上げる長身を誇る秋広は、2002年9月に千葉県船橋市で生まれると、幼稚園の頃から野球をプレーし始めました。そして中学時代には野球だけでなく陸上部にも所属していた秋広ですが、高校は東京都の強豪校二松学舎大学附属高校へ進学。寮に入って野球漬けの日々を過ごすことになります。そんな中、高校では野手以外に投手でもプレーすることになった秋広は、3年生の春先からの2ヶ月で球速はあっという間に140キロを超えると同時に、バッティングも飛距離が伸び、ピッチャーでありながら長打力も兼ね備えた二刀流として注目を集めました。そして身長もぐんぐん伸びていた秋広は2メートルに到達。ドラフト会議で巨人から5位指名を受けた際には、身長に大きな注目が集まりました。また高校では二刀流だった秋広ですが、巨人は野手として秋広を評価したため、プロでは野手一本で戦っていくことを決意。すると1年目のキャンプ、紅白戦で結果を出し、オープン戦でいきなり1軍に台頭するなど大きな注目を集めました。ただ1年目2年目はほとんどの時間を2軍で過ごし、2メートルを超える体を支える体力作りに励んでいきました。そんな中で迎えた3年目、秋広は開幕こそ2軍スタートだったものの、好調をキープし、4月18日に1軍に昇格を果たすと、22日のヤクルト戦でプロ入り初スタメン、初安打、初打点を記録。さらに29日の広島戦ではプロ初本塁打を放ち、一気にスタメンの座をつかんだのです。その後も好調を維持し続けた秋広は、5月25日の横浜戦に3番で先発出場を果たし、巨人ではあの松井秀喜以来となる20歳以下でのクリーンアップ出場を果たしました。結局シーズン終盤は初めて1軍で過ごしたシーズンということもあり調子を落としましたが、原前監督は秋広について、大学に行ってたら3年生だからね、まだまだ足りないものも多いけど、松井秀喜、高橋由伸、阿部慎之助より勝っているものがある。それは詰まってレフト方向にヒットを打てること、打つ形が常に一緒、そこはすごいなと思う。一見スイングが遅そうに見えるでしょ、でもインパクトがしっかりできている、ちょっと天才的なところがあるよね、と数々の名選手と比較して絶賛の言葉を送った上で、1年目からいいものは見えていたけど、ここに来て体の先ぐらいまで神経がちゃんといくような感じで、筋肉がちゃんと考えて動けるようになってきた。それをさらに強くしていくことが彼の最大の課題でしょう。神経は全部いったと思うよ。それを太く強く、柔軟性はあるからね、というように今後の課題についても語っていました。阿部監督が指摘した秋広のまさかの弱点、こうして原前監督も絶賛していた秋広の才能。そんな秋広をコーチ時代から可愛がっていたのが、新監督に就任した阿部監督です。ただ可愛がるゆえに、阿部監督は監督として初めての仕事となった秋季キャンプから秋広をしごきます。
秋季キャンプ2日目、秋広を徹底マークした阿部監督は、足を前後に開いた状態で腰を落としてキープし続ける地獄の下半身強化メニューを行った際に、阿部監督が残りの秒数をカウントするのですが、3、2、1、ゼ、ゼ、ゼ、1と、なかなかゼロが訪れないという意地悪な部分を見せました。また午前中には阿部監督自らがバットを握り、外野をレフトからライトまで走るアメリカンノックを受けていて、秋広はヘトヘトに。それでも秋広自身は、見てくれることはありがたいし嬉しいことなので、なんとか食らいついたと阿部監督からの指導に感謝していました。しかしながら、春季キャンプが始まる直前に母校中央大学のイベントに出席した阿部監督は、秋広に雷を落としました。2023年の大ブレイクと明るいキャラで人気が急上昇したスター候補の秋広は、オフの期間にイベントや表彰に引っ張りだこだったものの、多忙の疲れからか NPB アワードと球団行事で2度遅刻を犯したというのです。そんな秋広に対して阿部監督は、最初は3軍にしようかと思った、1軍スタートさせてあげます、誰か特大の目覚ましでも買ってあげて、というように温情で春季キャンプは1軍スタートにしたと語りましたが、遅刻するって一番信頼を失うからねと、秋広の遅刻癖に落胆した様子を見せていました。この社会人としてあるまじき行為で阿部監督の信頼を失ってしまった秋広は、春季キャンプを前に、信頼を失うのは早いので、信頼をしっかりと取り戻せるようにしたい、そういうことがあったにもかかわらず一軍に呼んでもらえたことの思いを組んで、呼んでよかったと思われるように行動からしっかりしたい、気の緩みや勘違いしていると思われても仕方がないことだと思う、大丈夫だと思ってもらえるように日常からやっていきたい、というように改めて気を引き締めていくことを誓っていました。野球を知らない、ゴジラ松井から期待を寄せられながら阿部監督からの檄を受けた秋広。こうしてシーズンオフに少しやらかしてしまった秋広ですが、春季キャンプに入ると再び阿部監督からしごかれる日々が再開。春季キャンプが始まった直後のインタビューで、阿部監督は秋広について、皆さんが期待していただいているのでちょこちょこ絡んでいますと報道陣を笑わせながら、まだ僕は認めていない、皆さんに認めていただける人としてもそうですし、一野球選手として、まずは人間として皆さんに信頼信用されるようになってほしいですね、というような言葉を送っていました。また別の日には、フリー打撃前に行った T 打撃で秋広に阿部監督が近づくと、アッパーアッパー、まだ触れる、まだいけると熱のこもった声をかけながら、インパクト位置を指して、ここで 130% で、まだもっとと熱血指導を行いました。その後、阿部監督は秋広の理想像について、秋広がヒットを打って一塁にいても邪魔だって言った、ツーベース以上を打つつもりで打ってほしいと、最短距離の意識でトライに行きがちな秋広にスケールの大きな打撃を求めたのです。また阿部監督はタイミングの取り方にも変化を加えたようで、すり足でタイミングを取っていると体が止まる時間があるので、その時間をなくすようにしたと、身振り手振りを交えて助言を送り、タイミングを合わせるためにわざと動けって言った、全部動かして打ちに行く体勢で自分で合わせろ、というように指導した内容を明かしていました。このアドバイスを受けた秋広は、ホームランが一番最高の結果かなと思うので頑張りたいと、長打力増加に意欲を見せました。そして2月10日は臨時コーチとしてキャンプを訪れた背番号55の大先輩であるゴジラ松井から直接指導を受けた秋広。松井は指導した秋広について、あれだけのサイズの日本人選手はなかなかいない、なおかつパワーもある、見ているだけで夢がありますよねと太鼓判を押した上で、夢を実現できる可能性は十分秘めていると思う、応援していきたい、というように秋広に大きな期待を寄せていました。ただ松井は翌日の紅白戦で2安打を放った秋広に対して、
形というものはすぐに身についたりはしないです。たまたま今日ヒットが出たりというのはあったかもしれませんが、彼なりにどう取り組んでいくかは彼次第だと思いますと語り、今後の成長は秋広次第であるとも語っていたのです。こうして松井にも期待されるほどの才能を持つ秋広ですが、2月23日に行われた阪神との試合では、阿部監督から厳しすぎる一言をもらってしまいます。この試合で秋広は第一打席に見事なタイムリーを放ったのですが、試合後に阿部監督は、一本打って満足しちゃったのか、ホームランを打たれた後の初球を簡単に打ち上げてるようでは野球を知らないと、かなり厳しい口調で秋広に苦言を呈したのです。実際に阿部監督が問題視したのは、3回に阪神の佐藤輝明にツーランを浴びた直後、3回裏ワンアウトの場面、打席に入った秋広は簡単に初球を打ち上げレフトフライに倒れていました。この試合の流れを落ち着かせたいところで不用意な初球での凡打が阿部監督の逆鱗に触れたのでした。期待の裏返しか、秋広に鞭を与え続ける阿部監督。このようにタイムリーを放った試合後にもかかわらず、阿部監督から厳しい言葉をもらってしまった秋広は、その後の実戦でも苦言を呈されるようなプレーを見せてしまいます。2月24日の広島戦では10対1と巨人が大量リードした9回2アウト1塁の守備では、牽制球がないため一塁手は守備位置を後ろに下げる場面でしたが、秋広はベース付近を守っていたため阿部監督は激怒。今日もね、2人ほどプロ野球を知らない選手がいたので、10対1で9回2アウトランナー1塁で後ろに行かなかったりね、ファーストがね、そういうところでね、ベンチの指示待ちじゃなくてできるようになってほしいなと野球脳に深みを求めていました。さらに翌日25日のヤクルト戦では、9回2アウト2塁という同点のチャンスで、秋広は痛恨の見逃し三振に倒れてしまったのです。すると阿部監督は試合後、今日は天気が悪かったですし、変なお告げがあったんじゃないですかね、最後のバッターに、というように秋広に苦言を呈したのです。こうして厳しい言葉を連日もらってしまった秋広ですが、阿部監督は見捨てることはなく、キャンプ終了日には自らがバットを握り、地獄のノックを開催。鋭い打球でレフトにいた秋広を左右に走らせ、3球取ったら終わりと言ったかと思えば、ゆっくり追いかけたから1球追加と、終わらないノックに秋広はヘトヘトになりながら食らいついていました。またバッティングに関しては、ドジャースの大谷翔平がオープン戦で放ったホームランを、 YouTube から請求が来るくらい何度も見ておけというように秋広へ命令していました。ただ阿部監督は練習の後に、彼はもう結果を出すしかない、すごい選手になる可能性を秘めている、なんとか辛抱して飽きずに指導していきたいと、秋広に期待しているという本音も明かしていたのです。そんな秋広は3月2日に台湾の地で行われた中信ブラザーズとの一戦で5打数3安打3打点と素晴らしい活躍を見せました。この活躍に秋広自身は、自らアピールしなければいけない立場、外野の争い激しいですし、他の選手もバンバンアピールしているので、自分も負けないように頑張りたいと思いますと謙虚な姿勢を崩しませんでしたが、阿部監督はいい打撃をできたと思いますし、彼の場合は本職は外野なので、そこでもう立場的に結果を出してアピールしてもらわないといけないというように、期待を込めながら称賛の言葉を送りました。ただやはり称賛の言葉だけでは終わらなかった阿部監督は、カメラワークというのかな、リプレイ映像が流れてたんですけど、カメラワークが素晴らしいと思って、一番打者の子が放った打球が秋広の守る一塁線を抜いたやつとかをリプレイ映像で流してもらっていましたが、秋広の反応の悪さが分かった、多分あの時チアガール見てたんじゃないですかね、もちろん打った打球もすごかったんですけどと攻撃。この言葉に秋広はタジタジとなり、台湾メディアも爆笑していました。こうしてまさに師匠と弟子といった関係性が出来上がりつつある秋広と阿部監督。阿部監督としても秋広に期待しているからこその接し方をしていると思うので、
秋広には期待に応える活躍を見せてほしいですね。いかがでしたでしょうか。あなたは今回紹介した秋広に厳しい阿部監督についてどのようにお考えですか。ぜひコメント欄で教えてください。